はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー、純さんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。今回は自分が嫌いだなと感じた時の対処法についてお話ししていきますね。あなたは今の自分は好きになれないなとそのように感じて自己否定をしたことはありませんか？周囲と自分を比べるとそういった自分が嫌いになってしまうなと感じたことがあるとか、自分に自信が持てないといつもこう感じてしまって辛い思いをしているとか、今現在自己否定を繰り返していて自分責めをしてしまってとても苦しいなと、そのように感じていたりとか、そのようにですね、自分に自信を持つことができなくて他人と比べてしまって、自分のことを嫌いだなとあなた自身も一度は感じたことがあるのではないでしょうか。自分のことが嫌いだとそのように感じていると、やはり毎日を前向きに生きていくことができなくて、楽しめないなと感じることも多くなったりするんですよね。で、私自身も過去にですね、そのように自分嫌いになっていってしまった、そういった経験をしているんですよね。当時の私はその他人と自分を必要以上に比べていってしまったんですよね。あの人のようになれない、そういった自分は本当にダメな人間なんだと、そのように感じてしまったんですよね。他人と自分を比べていって、強い劣等感を抱えていたということが原因になっていたんですね。で、最近では HSP さんからもそのカウンセリングの場で敏感気質の自分がとても嫌ですとか嫌いですといった、そういったお悩みをよくお聞きしたりするんですね。で、HSP さんは敏感気質からその人間関係で辛い経験をされていて、その過去のトラウマを抱えてずっとこう生活してきている人も多くいらっしゃって、そして長年昔のその出来事にとらわれているということもあったりするんですよね。今回は自分を嫌いと感じるそういった心理原因と自分嫌いを克服していく方法についてシェアさせていただきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。で、この HSP さんについては過去の動画でいくつかお話ししている動画がありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちら説明欄の方に貼っておきますね。はい、またですね、HSP さんがホッとしていただけるような癒しの方法を載せた本を出しました。Amazon などでですね、チェックしていただけると思いますので、こちらの URL も説明欄の方に貼っておきますね。はい、まずはじめに自分が嫌いだなと感じる時の心理原因についてお話ししていきますね。まず一つ目が白黒思考のような極端な思考癖があるといったことが考えられます。0か100かといったそういった極端な考え方になっているということで、自分嫌いになっているということもあったりするんですね。完璧に目標を達成できないから、そういった自分には価値がないんだと思い込んでいたりとか、みんなができていることができないなんて、そんな自分は存在価値がないんだとか、そのように思い込んでいる、そういったですね、白黒思考になっていたりするんですね。私も過去に白黒思考癖がついてしまって自分を追い込んでしまって、燃え尽き症候群となってしまったことがあるんですよね。目標としたその成果は残せなかったとしても、そこに至るそのプロセスには本来とても価値があるものではないかなとも思うんですよね。結果だけに注目してしまって、極端な考え方になっているということから自分嫌いになってしまうということもあったりするんですよね。はい、この燃え尽き症候群については過去の動画でいくつかお話ししている動画がありますので、こちらも気になった方は見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。はい、次に自分が嫌いと感じる時の心理原因2つ目としては、理想像の高さから完璧主義になっているといったところが考えられます。自分の理想像の高さの裏返しで完璧主義となっているということで、自分嫌いになってしまうということもあったりするんですね。高い理想の自分に対してあまりにもその現状の自分がかけ離れていると、そのように感じると自分に対する自信がなくなっていってしまうんですね。自分に対するその期待が高いのに、その期待に自分が応えられないということから自分が情けなく感じてしまって、そこから自分が嫌いになってしまったりするんですね。理想とする自分になれないなんて本当に最悪な自分なんだなとか、そのように自分をこう責めてしまったりとか、望んだ結果を手にすることができていないなんて本当にそんな自分は嫌だなとか、そのようにですね、完璧主義となっているということで理想のハードルがさらにこう高くなってしまうということもあるんですね。
超えることができない、そういった自分イコール嫌いな自分だと、まあ、そういったですね、式が出来上がっていってしまったりもするんですよね。そしてこの完璧主義については過去の動画でお話ししている動画がありますので、気になった方はこちらも見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。はい、次に自分が嫌いと感じる時の心理原因3つ目としては、常に人の意見を尊重していて自分が二の次になっているといったところが考えられます。いつでも人の意見を尊重していて、まあ、自分のことを二の次と、まあ、考えてしまって、まあ、そういった考え方がまあ強くなってしまって、自分のことをあまりこう大切に思えなくなって、そして自分嫌いになってしまうということもあったりするんですね。人の意見を尊重するということ自体は、まあ、とても良いことでもありますよね。ただそれをこう行き過ぎてしまっているということで、本当に自分の言いたいこととか表現したいこととか、あとはやりたいことをこう押し殺しているということがあったりするんですね。まあ、これは周囲の人へのそういった配慮ができる HSP さんであったりとか、まあ、繊細な人が抱えているお悩みにも多いのかなとも思います。そういった人の意見を尊重しがちな人はですね、自分の言いたいことであったりとか、やりたいこと、表現したいことを我慢してしまうということが多かったりするんですよね。いつも相手の気持ちを優先していて行動しているということで、自分のことは後回しになってしまうんですよね。自分のことをないがしろにしているようなうちに、どんどんですね、自分自身をこう軽く見てしまう、そういった気持ちが自分の中で芽生えてしまうということもあるんですね。まあ、いつも周囲に合わせてしまっている、こんな自分が嫌いだなとか、まあ、そのように自己否定するということも珍しくないんですよね。はい、次に自分嫌いを克服していく方法についてお話ししていきますね。まず一つ目が、感じたこと、考えていることを1日1回ノートに書き出すといったような方法です。普段から相手のことを気にしすぎているということで自己表現ができていないと感じる場合は、自分の感じたこと、考えを一度アウトプットしていく、まあ、ノートに書き出していくということがとても大切なんですね。自分の考えを持つということは悪いことじゃないんだなとか、まあ、そういう気持ちになってですね、こう感じたこととか考えたことを一度見える化する、視覚化していくということがとても大切になるんですね。そのようにノートに書き出すことで、あ、本当はこんな気持ちを自分は今感じていたんだなと気づくことができたりとか、まあ、そのノートに書いたということで、まあ、書くことですっきりできたなと感じることができたりとか、人によって、まあ、そういった様々な考え方とか感じ方があるものなんだなと、まあ、そのように再認識できるようになっていって、まあ、ストレスも解消されていったりするんですね。まあ、このように、まあ、それぞれが尊重されるということが望ましいんだなとか、まあ、そのように感じることもできてきたりするんですね。そしてそれはですね、あなた自身にも言えることなんです。自分自身を大切にして、そして自分を好きになれるように、まあ、少しずつ取り組んでみてくださいね。はい、次に自分嫌いを克服していく方法の2つ目としては、現状の固定観念にとらわれないようにするといったような方法です。偏った見方をしてしまうと、物事の良いところに気がつかないということが多くなったりもするんですね。そしてその悪いところばかりに気を取られてしまって、マイナス思考に陥って自分のことを嫌いになってしまうということも珍しくないんですね。固定観念とは端的に言い表すと、深く信じ込むことと言えるんですね。またはですね、その自分の経験だったりとか体験をもとに、これはこういうことだからこうだなとか、まあ、そのように強く信じきっていることを言うんですね。この固定観念が強すぎると、まあ、どうしてもその物事を一つの側面でしか見ようとしなかったりもするんですよね。実際は他の側面があったりとか選択肢があるのにもかかわらず、まあ、それがあたかもないように錯覚してしまって、まあ、一つの視点にとらわれているということもあったりするんですね。これは最初は難しいなと感じるかもしれませんが、まあ、少しずつその一度立ち止まる癖を身につけるようにしていくといいと思います。この固定観念にとらわれずに、いろんな考え方ができるようになってくると、あ、今のこういった自分で十分頑張ってるんだな、大丈夫なんだなとか、まあ、そういったですね、違った角度から自分をこう見ていくということもできてきたりするんですね。まあ、そういった考え方一つとか見え方一つで気分が変わったりとか、生き方にも変化が起こるということもあったりするんですよね。はい、次に自分嫌いを克服していく方法の3つ目としては、話をする場所を作って
て自分嫌いの原因と向き合っていくといったような方法です。人に話をするということで一人では気づけなかった自分嫌いになっているその原因と向き合うことができる可能性があるんですよね。自分嫌いになってしまうと人に自分のことを話をする機会を避けてしまうということもあったりするんですね。でそうなることでさらに一人で全てを抱え込んでしまうということになって、ストレスがどんどんこうさらに溜まっていってしまって、キャパオーバーとなってしまうということもあったりするんですね。あなたの周りにその信頼できそうな人がいるんであれば、その一度ですね、こう話をしてみるということも一つの選択肢となるので、とても大切なことでもあるんですよね。周りの人とのその関係性を深めるということができてくると、自分嫌いなことをですね、こう少しずつ打ち明けていくということもできると思います。誰かに話を聞いてもらうということだけでも、少し前向きになれるということは珍しくないんですよね。で、またその話をしているうちに、一人で考えていたときには気づけなかったったことにもこう気づいたりして、そして発見できるということもあったりするんですね。周りにその信頼できる人がいないなと感じている場合には、プロのカウンセラーに話をしてみるということも効果的かなとも思います。で、また最近はこういった世の中の状況もあって、オンラインカウンセリングがだいぶ定着しているんですね。なのでそういったオンラインでカウンセリングを受けるのも一つの方法かなとも思います。オンラインであればそういった自分の家とか、そういった自分が安心する場所からゆっくりとカウンセラーと話をできるんですよね。そういった辛い気持ちを誰かに打ち明けるということで少し気分が明るくなるということもあったりするので、そういったカウンセリングを有効に活用していくというのも大切になります。はい、最後に少しまとめをお話ししていきますね。今回は自分嫌いを克服していく方法についてお話しさせていただきました。自分嫌いを克服するためには自分自身をしっかりと見つめていく、そして振り返っていくということが大切になっていったりするんですね。で、私も自分をうまく見つめることができずに長年こう苦しんできたんですよね。自分を責めてしまって必要以上に追い込んでしまってとても辛い時間を長く過ごしたこともありました。まずは立ち止まって一度ゆっくり振り返る時間を取るということがとても大切になってくるんですよね。自分の好きなところとか嫌いなところを一度ノートに書き出してアウトプットするということでも気づくこともあると思います。そして一度離れたところから自分自身をですね深く理解しようと、そのように見るということも、とてもそういった方法になると思うんですよね。で、一人で抱え込んでしまっているのであれば、そういったプロのカウンセラーに相談していく、話していくというのも一つの方法になります。そういった心理の専門家とかであればきっとあなたに合ったアドバイスをしてくれると思います。自分に自信を持てるということで人との付き合いが楽しくなったりとか仕事に前向きに取り組めるということも珍しくないんですよね。ぜひ今回紹介した対処法を実践してみてくださいね。はい、今回は自分が嫌いだなと感じた時の対処法についてお話しさせていただきました。今回も何かあなたにとって参考になったなとか新しい気づきのきっかけになりそうだなとか、そのように感じていただけるところが一つでもあったらとても嬉しいなと思います。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。